そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、はい、ひらっしー、はい、もう2時間遅刻してますよ、はい、まあでも実質6時半実質6時半だから2時間もう、はい、どうですか、やってみて。ちょっと時間足らないな。時間足らない、はい、何年やりました？2023です。23か、あ、いい、素晴らしいでしょ。ちゃんとね、もうね、2018年ぐらいまで全部問題頭の中に入れてきてますから。すごい。もう僕ってこういうことができるんですよ。僕が遅れる理由はこういうことなんです。はい、違うじゃん、優先順位逆。平田瀬也。はい、どうも皆さんこんにちは、早稲田語学塾代表の平です。軽症受けるということで、はい、まあ論文テストなわけじゃないですか、はい、まあ、いわゆる数学のねやつが入ってたりとか、やってみた結果はどうですか？ 74% でした。おお、パーセント39分の29で。どうなんですか、はい、それは。これね、はい、すごいです。23年でしょ、めっちゃいいっす。うん、これ伊達にキング&プリンスやってないっすね。どういうこと、素晴らしいです。意味が分かんない、うん、今炎上してるじゃん。あ、そうなの。知らなくていい。はい、たくさん炎上中だよ、はい、誰かと。そう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 、あれ付き合ってて、急いで。早く早く。びっくり、うん、はい、まずね、慶応商学部に関しましては、視聴者の皆さんは詳しくはね、ユーテラの慶応小論文対策の第9回を見てください。ここでまあね、商学部の論文テストに関するまあ詳しい話ってものすごくね細かくやってるんで、こちら見ておいていただきたいんですけれども、基本的に私文組って言われるような連中っていうのは、慶応商学部の入試A 方式と B 方式ってあるんですけれども、まあ、この B 方式というもので受験します。彼もね、B 方式ってことで受験すると思うんですけれども、このね、B 方式が、英語、そして選択科目。まあ、主に今、日本史とか世界史とかですよね。あとは、論文テスト。まあ、こういったところが、200点、100点、100点であります。慶応の場合、この商学部の場合は論文テストって言い方をするんですけれども、これが結構役割として大きく出やすい学部と出にくい学部ってあって、で、慶応の商学部の場合はこれ影響が出やすい学部なんですよね。200点を占める英語が一番ね、やっぱり比重が大きいんですけれども、慶応の中には選択科目とこのね、小論文の比率が同じ学部っていうのがいくつかあるんですよね。で、こういった学部はかなり大きく小論文の影響が出ます。で、商学部はそういう学部だってことですね。100点100点なんですよね。慶応商学部の場合、合格最低点がおおむね7割から7割5分の間で結構前後するんですよね。なので合格最低点がこれってね、比較的高いんですよ。なのでどの科目もまあそんな失敗ができないっていうところが、この慶応商学部のまあ一つ恐ろしさではあるっていうことなんですよね。で、それを踏まえて論文テストどう戦うべきかなんですけれども、大問が2個あります。1で攻めて2で守る、この形を基本としてください。大問1は基本的にはもうほとんど現代文です。空所補充、しかも早稲田入試だったりとかマーチ入試の中でもあるような、ああいうこうゴリゴリになんかこう思考力判断力がめっちゃ求められるかっていうと、もう少し緩い感じで選択肢を絞り込んでいけるというか、まあ、この辺はね本当にユーテラ講義の慶応小論文対策の第9回と第10回で僕具体的に見せてますんで、これ見ておいてください。確かに結構緩めだなっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。問題はね、まあ、1番はいいんですよ。これうまくいけば満点とかも夢じゃないんですよね。なんですけど問題は2番なんですよ。どうでしたか、キング&プリンス君、大問2番今回解いてみて。平均のやつが全く分かんない。率直にキモくなかったですか？でも初めて解いたんでちょっと全く分かんないですけど、うん、これ初めてか、1年分が、はい、これやってみていただいたら分かるんですけど、実はねこの彼が解いた23年の慶応商学部の平均点、論文テスト100点満点で 53.8 なんですよ。これってね、例年の慶応商学部の論文テストの平均点で比較するとめっちゃ低いんですよね。なんでこういう現象が起きたかっていうと、実はね今回のこの23年の慶応商学部の小論文のテストがアルゴリズムがどうこうとかさ、アルファベットなりなんなり並べていくなりとかで、そういった問題、こういう慶応商学部の2番にはまあ世の中では数学的要素がとかっていう風に言われるんですけれども、1番の鬼門になってくるのって何かっていうと、アルゴリズムだったりとか何らかのねこう暗号のルールに基づく解読系の問題、こういったものが来ると平均点が、ね、こう10点から20点ぐらいグッて低くなりがちであるという、こういう傾向があります。実はあの慶応の商学部の場合、久々にこの形が23年復活しました。22年は論文テストの平均点 74.71、 21年も同じくで、結構ねこう急にねこの解読系の問題が23年の論文テストで復活したんで、受けた受験生はむちゃくちゃ面食らったんじゃないかなと思われます。この解読系の問題が以前ね2番で出たのは2019年になるんですよね。その2019年の前はいつ出たかっていうと、もうこれ2008年とかになってくるんですよ。だからむちゃくちゃねこの解読系の問題が出てくるっていうのは珍しかった
ったんだけれども、だから慶応商学部を受験考えてらっしゃる方はこの23年の2番と19年の2番解読系の問題が出ているこの2つはむちゃくちゃ丁寧にもう何周もして復習しておくように。彼はもう本当取れすぎなぐらいなんですけれども、いざ本当にこう受験生が試験本番でこう初めて見ましたみたいな感じになるとめっちゃやられると思いますから、来年もしねこの解読系の問題が来た時のために備えておいてください。まあ、慶応商学部の2番に関しては数学的な思考が求められる問題が来た時が怖いですっていう質問があるんですけれど、これはまあ僕もユーテラ講義の中でも申し上げてるんですけど、まあ言うてもねせいぜい高校入試とか高校1年生レベルの数学力とかがまあまああれば割と対応できてて、でそのことがこう数字にも出てて、まあそんな年がね先ほど申し上げた22年だったんですけれども、ちょっとしたあの指数関数的なことなんですけど、でも計算のルールとかも全部本文中の中にあったりするんで、平均点も実際 74.71 っていうところで、まあみんな対応できてるじゃんっていうところもあるんで、言うほどやっぱ恐ろしくはないのが慶応商学部のまあ数字を扱っとかなきゃいけない問題っていうところなので、あんまりそっちは心配しなくていいです。で21年とか20年なんかはほぼ1番と同じ、もうほぼ現代文みたいな形だったから、まあ本当に繰り返しになりますけど、23年の2番と19年の2番はめっちゃねこう詳しくね復習しておいてください。解読系が来るとめっちゃみんなできなくなるし、逆に言うとまあしっかりと体にね慣れを作っておいたやつなんかはまあ差をつける側に回ることができるかもしれないよねということになりますね。でちなみに英語日本史はどうだったんですか？この年やったってことだね。英語は58分の36。ああ。ダメなんだ。じゃあ言ったでしょ、うん、記述がマジでできないってアプリカンスとかね、そんな単語ね、はい、プロポリスみたいだね、うん、うわーわ、そうですね、はい、やっぱり名詞系とかできないですね、はい、そこがね苦手な人が多いんですよ、はい、あ、文法待ってんでしょ、お、そうそう、簡単だった今年だいぶ楽勝でした。大問1が広かったです。あー、いや取れてほしいな。小はまあどっかで取れなきゃダメだから、でここ取れなきゃダメだから、はい、とで日本史が広かったっす。あれできる簡単つってなかった？いやなんか2021が多分分かんないです。そう、でそれがうわ結構間違えてるな。55っすね。ああ99分の59、そうめっちゃ問題差ですよね。うん、そうだよね。これが慶応の特徴ですからね、うん、なるほど、そういう感じでできたということでございます。はい、じゃあちょっと一回次の年のもやってみて、はい、はい、どうだったのか。今日のやつはまあまあいけるって感じだって感じですね。論文はうんめっちゃ良かった、めっちゃ良かったです。いい方なんだって思えてだけでもまあ収穫、まあそんな難くなかったってことやってて、いやなんかめんどくさかった。うん、大問2が特に、うん、なるほど。じゃあぜひコメント欄で意見ある方お知らせください。はい、どうぞ聞いといてください。トラブル発生、ここだけ多分本当僕たちだけで締めようと思うんですけれども、はい、ということで今回、慶応商学部どうなんだろう2つに分けるのかな、1本でいくのかな、締めらんないじゃん2人のね合格を願ってこの撮影ね年末にやってるんですけれども、良きお正月でありますようにということで、Thank you for watching。 なんか、ちょっと挨拶ができてないな挨拶して、ありがとうございましたってやって、ありがとうございました、よくよくよ、はい、Thank you for watching。 はい、ありがとうございます